滋賀県湖南市石部駅前の司法書士行政書士の高杉です。今回はですね、任意後見制度のですね、仕組みであったりとか、他の制度との違い等をですね、説明していこうかなと思います。任意後見制度って何という方がですね、その仕組み等をですね、短時間で知ることができるような内容になっておりますので、最後までお付き合いいただければなと思います。まず任意後見制度の最大の特徴なんですけども、2段構造になっていることです。第1ステップなんですけども、任意後見契約ですね、最初にまず契約をしておくということですね。最初にですね、後見の内容を契約しておいてですね、交渉役場で契約書を作成するということがですね、これが任意後見法で定められてましてですね、当事者間の約束だけではダメで、きちんとですね、交渉役場で契約書を作る必要があるということですね。でその上でですね、任意後見の登記を行うということになります。契約をするということからですね、ある程度推測できるんですけれども、契約をする時点で契約を行うだけのですね、判断能力がない場合にはですね、任意後見制度は、利用できないことになりますので、ここは要注意ですね。そして第2ステップなんですけども、任意後見契約の、発行ですね、効力を生じさせるというタイミングですね。そろそろも、任意後見、制度の利用が必要かなというふうになってきたらですね、本人とかですね、配偶者ですとかですね、四親等以内の親族ですとか、またはですね、任意後見のですね、最初に、契約した受任者がですね、請求するとですね、家庭裁判所がですね、任意後見監督人を選任してですね、この選任によって、契約の効力が、発行するという、そういう流れになります。この2段構えになっているというのが特徴ですね。管轄の裁判所なんですけども、本人、つまりはですね、被後見人になる、なるであろうという方の、住所地の家庭裁判所に、手続きをしていくということになります。任意後見契約がですね、発行ですね、効力が生じると、家庭裁判所の裁判所書記官がですね、任意後見、監督人を、選任するという形になるんですけども、この、監督のもと、様々な手続き等をしていくということになりますね。次はですね、成年後見制度との違い等を見ていければなと思います。どちらもですね、被後見人の財産管理等をサポートしていく立場にあるということであったりとか、どちらも登記されるという点では、共通点もあったりするんですけども、後見の始まり方であったりとかですね、監督体制等には、ちょっとした違いがあるかなというふうに思います。ですね、成年後見制度との、大きな違いとしてですね、本人の財産管理能力が、なくなるわけではないということが挙げられますね。取り消し権とか同意権が特に後見人側に与えられるわけではないということになります。さらに大事なことなんですけども、成年後見制度ではですね、居住用不動産の、処分ですね、売却したりとかですね、そういう処分をするにはですね、家庭裁判所の許可が必要なんですけれども、任意後見制度ではこのような許可は不要とされています。これはですね、本人の自己決定権が、より尊重されていると、成年後見制度等に比べてですね、任意後見制度の方がですね、自己決定権が、尊重されて強くなっているということからも、そういったことが考えられるんですけれども、一方でですね、本人を、悪質な契約等が守るにはですね、少し不十分な場面もあるということですね。取り消し権とか同意権がないということで、契約等ですね、悪質な契約等から守ることがちょっと、長けてるわけではないという部分もあるかなというところですね。何かあればですね、民法とかですね、消費者契約法等の規定に基づいて、解決するしかないと。要するに別に後見とかない場合と同じような形の解決方法になってしまうという感じですね。どうしても取り消し権等がないとですね、もう守りきれないというふうになったらですね、成年後見制度等へ、切り替えてしまった方が、いいかもしれないですね。任意後見人がですね、本人の代理人として不動産登記をする場合はですね、後見登記事項証明書っていうのが、任意後見の場合登記するので、後見登記事項証明書等を添付して任意後見人が申請していくことになります。監督体制のあり方も、大きな違いの一つですね。成年後見制度はですね、後見人が、家庭裁判所の監督下にあってですね、一定の場合にはですね、家庭裁判所に許可を得たりとかしてですね、本人の財産に関する手続きを行っていくとかの役割を果たしていくんですけども、先ほど、ちょっと述べましたですね、居住用の不動産の、関係ですとかですね、そういったものもですね、こういう許可がいる場合の代表例になってくるんですけども、
まあ、そういった場合などですね、直接家庭裁判所の監督下にあるという形なんですけども、任意貢献ではですね、任意貢献にはですね、直接家庭裁判所の監督下にあるというわけではなくてですね、貢献監督人というのが別途置かれまして、このものが家庭裁判所の監督下にあるということですね、間接的に家庭裁判所の関与が及ぶという形になります。また任意貢献ではですね、契約ということですね、任意貢献人を頼むことができる人がいないといけないというのがあるんですけれども、これはですね、成年貢献制度ではですね、貢献人の候補者がいなくてもですね、この成年貢献制度を利用できる場合もあるというところは大きな違いかなと思います。任意貢献ではですね、よくですね、3つの類型を挙げてですね、どのような任意貢献であるかということを、分類したりする場合があるんですけれども、1つ目はですね、将来型といいまして、今判断能力がしっかりしているんですぐは、効力を発生させるわけではないということで、将来契約が発行する場合を想定して、契約をしておくというやつですね。2つ目は移行型といいまして、すでに少し不安があるけれども、少しは自分でも判断ができるという場合にですね、任意貢献の効力をいきなり発行させてしまうのではなくてですね、普通の通常の契約として代理権を授与する形にして、で本当に判断が難しくなってきた時にこの任意貢献の契約を発行させてですね、この任意貢献の仕組みの中でやっていくという形ですね。3つ目は速攻型といいまして、すでに判断に不安がある場合とですね、任意貢献契約をですね締結してすぐに効力を発行させるという、そういったものですね。なおですね、任意貢献契約を発行した後であってもですね、本人のためにですね、代理人の取り消し権等が必要であるなというふうになってきたらですね、これ先ほども申し上げたんですけども、そういった場合は任意貢献から成年貢献制度等へ、切り替える、移行するということも検討が必要になってきます。任意貢献が利用される場面としてはですね、自分自身の判断能力が低下した場合にですね、財産管理等をですね、この人に任せたいっていう場合、主なところかと思うんですけども、その他ですね、例えば親族間が不仲な場合とかにですね、財産を勝手に使われないように管理していくためにですね、こういった制度を使ったりとか、またはですね、家庭裁判所の、間接的である監督があるという点を利用してですね、親族から疑念を、抱かれずに、財産管理をしていくというためにも利用される場合もあるようですね。で、貢献制度以外にもですね、他に比較対象になりそうな制度としてですね、家族信託というのがありまして、家族信託ではですね、信頼できる家族等にですね、財産を信託といって、ざっくり言うと預けるという形でですね、託してですね、でその預かった家族が財産を管理、運用処分することができるようになるというものでして、信託を原因としてですね、不動産登記をすることができまして、受託者がですね、登記上、所有権を取得するような、形になるためですね、受託者がですね、単独でその物件を売買したりとかですね、担保に供することができるようになります。家族信託はですね、家庭裁判所の監督等がなくてですね、自由に設計とか運用ができるという点は非常に優れているかなと思います。一方でですね、家族というちょっと閉鎖的な関係で完結してしまうためにですね、信頼関係がもう何より大事ということですね。第三者の監督はですね、別途契約で定めたりしない場合はですね、そういったものが、ないということは、要注意かなと思います。またですね、法務局の登記ではですね、信託それほど問題ない場合多いと思うんですけども、金銭を信託する場合ですね、信託口口座の開設を認めてない金融機関が圧倒的に多くてですね、逆にもう認めているところが非常に少ないということで、信託財産である、お金ですね、金銭を管理する口座を設けるっていうのに意外と苦労するということがあります。また不動産を処分する場合にはですね、信託の受託者から、登記をすることもできるんですけども、その場合はですね、一旦信託の受託者に移してからですね、その後買い主と所有権に登記する関係からですね、登記件数がちょっと多くなってしまうかなという可能性もありますね。家族信託についてはそんな形で、その他ですね、普通の民法の委任契約とですね、任意貢献契約の違いとも、検討してみるとですね、この任意貢献契約の方はですね、交渉役場での文書作成であったりとかですね、任意貢献の登記であったりとかですね、家庭裁判所の監督があったりとかですね、これだけかなり手続きや関与機関が多いということですね、お手軽ではないんですけれども、これだけの機関が関与がしているということですね、ある程度は適正に組まれているんじゃないかなという、一つの参考になろうかなと思います。
あとですね、将来に発行するということはですね、あの制度の根幹である任意貢献の方がですね、判断能力が低下しきって、しきってしまってですね、もしものことが起こった時にはですね、あの起こった後にはですね、委任契約っていうのは結べなかったりするので、もしもの時の備えとしてはですね、最初に組んでおいて後から効力が発生する任意貢献っていうのは優秀な仕組みなんではないかなと思います。またですね、死後の財産の帰属を決める方法としてですね、遺言であったりとかですね、あの死後事務委任契約等もあるので、こういったものとですね、任意貢献を合わせて利用してですね、より理想の財産承継を実現することができるかなと思います。今回ですね、任意貢献制度についてですね、基本的なところからある程度の、ところまで分かるような形でですね、あのご説明をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。